こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、スワットインターナショナルのドロップレックプラットフォーム、こちらを紹介いたします。まあそうですね、まあ、この通りですね。他の別売りのモレーのポーチ、ですね、これを、まあ、自由にホルスターやらマガジンポーチやらを一緒に取り付けて、レックタイプ、太ももの位置で装備を拡張していこうというものです。はい、そして背面の方がこのようになっておりまして、こちらの2本のレックバンド、こちらはまあ取り外しはできます。そしてこちら内側に滑り止めラバーラインというのがついてまして、非常に何だろう、サバゲーとかやってると活動中も、非常にスルスルって滑っていくのを防止すると思います。はい、それでまあ一応こうやって高さも変えられますよと。でまああとは前面はこんな感じで、好きにまあこうやってモレーポーチを取り付けていくことができるのです。まあ、モレーシステムってまあこういったね、よくあるやつですよね。はい、でこういうやつをしっかりと、まだこれ途中なんですけど、そうだな、まあ最初にまあ取り付ける位置をおおむね決めまして、そしてまあ位置を決めたらこうかな、一つ一つ横着しないでプラットフォーム側に付け塗ったら、次はこちらのポーチ側通して、よいしょ、そしてまたそのまた真下のプラットフォーム側をしっかり通して、よいしょ、また横着しないで見えないですよね。そうこのようにですね、しっかりと途中をはしょらないで縫い込んでいきましょう。これ鉄則で、こっちか。だから結構なんだろうな、サバゲー、まあうちでも時々あるんですけど、明日サバゲーなんでって言ってこうね、飛び込みで買いに来られる方いるじゃないですか。そしてこうゲームフィールドで実際準備の時にこうやって装備の位置を決めたりされてる方、まあこれ不慣れでね、仕方がないんですけど、なるべくですね、事前に時間をしっかり作って、お家でね、やっとく装備をしっかりと位置を決めとくっていうかな、自分なりの位置ってあるじゃないですか。もうちょっと上がいい、下がいい、横がいいってあるじゃない。これね、結構マメな人間じゃないとできないとかの世界なのかもしれないけど、できればそのマメさをもう発揮してほしいところですね。もうこうするともうがっちりします、とっても。こうかな。しっかりとだから縫い込んでいくことで、もうほぼマウント側と本体側、ポーチ側がしっかりと一体になるわけです。はい、かっこいいでしょ。まあ色がちょっとずれてるけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、実際に重量を測ってみますか。重量を測ってみると、これね、意外とあるんです。これで 330g、 330g って何と一緒かなと考えると、こちらマルチプライヤー、これが約 220g なんです。これと、はい、まあ、大体ですけど、ホッチキスとマルチプライヤー一つで、同じ重量ですね。意外と、あるんですね。はい、さあ、じゃあそんなんで私もちょっと実際につけてみましょう。どうしようかな。
こうして、まずベルトを通して、まあ、ベルトってね、本当はこういったデューティーベルトとかピストルベルトみたいにがっちりしたやつが良いのですけど、ちょっとつけ心地を確認ということで、下に下ろそうか。ずらしてと、そしてよいしょ、こう来て、こうか。なんかすいませんね。いつもいつもこんな感じなんです。よいしょ。ストラップが、太もものストラップが異常に長いと、こんな太い人いるのかな、まあ、いるんだろうな、もう首にかかります、かけてどうすんだ、これまあね、こうやって多分ストラップがこうやって余ると思うんですけど、そういった場合はあの一層あのしっかりとあの自分のサイズに合わせて、あの余ったところはですね、あのこうか、まあ、こうなって、こちらのパーツがついてますので、こちらにあのしっかりと押さえで余った部分をギュッとやるじゃないですか、ギュッと。そしたらこちら、まあ、ちょっとしたあのなんだろうな、あのベルトキーパーみたいなやつで止まればそれで一番いいんですけど、あまりにも長くなった場合はもういっそ切っちゃいましょう、はい、切った方がいいと思います。でそして少しあのライターかなんかで炙ってくれればほつれも防止になるので、それをおすすめしますな、無駄に長すぎてね、あのかっこ悪くなるよりも、で中古で中古で売るときどうしようとかそういう心配はしないで、あの持ってるときにいかにこうね自分なりに愛用するか、そっちの方に重きを置いて使いましょう、ということでですね、はい、こちらね他の別売りのモレーポーチと一緒に組み合わせて、いろいろレッグタイプで、まあ、右でも左でも一応使えますので、まあ、バンド自体はまあこちら側にバックルがついてしまうので、右に吊り下げる方が解除とかしやすいですけど、まあね、別にちょっとこのバックルが後ろに来るぐらいで左で使いたいよっていう人が左で使えればいいじゃないですか、はい、ね、まあ、そんなんでですね、こちらドロップレッグプラットフォーム、下の方にリンクを貼っておきますので、よかったらご検討の方よろしくお願いいたします。どうも最後までありがとうございました。